ミシェル、ねえ、どうして何か言ってよ。私はイミテイシの眠りとなるのだ。無限時計を自在に操るための、いわば逃げだ。それじゃまるで道具扱い。帰ってきた時の混乱や苦しさは忘れない。みんなの時間が進んでいるのに、それでも私たちには受け入れてくれる仲間がいた。その精霊魔導士たちにそんな支えはいたの。姉さんのためにやっているの。これが私のためだっていうの？嘘までついて近づいて。すげえ。行け、もう一息だ。姉さん、オラシオン星勢。姉さん、姉さん、こいつは任せて。言ったはず。ガキども、生きて帰って。これはいかん。そうから来るの。どうせ血に火がついてんだ。使わなきゃ損でした。おめでとう。さあ、行け。覚めない悪夢の始まりだ。簡単に娘を生贄にし、無限時計を守ることが私の職務とは。そいつをぶっ飛ばせ。大司教様を。みんな大丈夫ですか。そうさせてもらう。多分だもん。宝探しを始めるか。リアルナイトメアの波動を断ち切る。はあ。勝負がついた。あなたは逃げているだけ。身に歯向かう者は誰である。掃除するでちゅ。舐めやがって。いいで。ユーズ、ユーズ、我々はナツとルーシーを助けに行くぞ。決まってんだろ、ぶっ潰してやんよ。おいおい、ナキ、そんなに戦いが好きなら貴様ら二人で戦えばいい。来る。フェアリーテールのみんなってこと？でも姉さんを慕うあまり彼らは死んでしまうの。そんな。ミッシェル、誰がそんなこと。安心せえ、お前はただの生贄よ。時計は我らの所有物。これが決権だろ。アチュー、ルーシーをお願い。任せろ。こっちです。何よそれ。魔法で作ろうとなんだろうと命は命でしょ。違うわ。大事なのは何かが近づいてくる。もしかしてナツ、あれってサミュエル。ルーシー姉さんは私のもの、誰にも渡さない。え、サミュエルはミシェルたちの仲間じゃないの。かつてはそうだったかもしれない。私たちが利用したレギオン隊が姉さんの命を狙い、私たちがそれを守るとは。神聖オラシオン聖装全部倒せ。なんでそれが。無限時計を復活させた時刻んでいたのね。よし、早速ナツたちにも伝えるぜ。ウイラもルーシーの元へ向かうよ。俺もだ。私はウェンディたちと。なんでここは温室か。なんでそんなもんが都会の中にあんだよ。つまらぬ、またお前が相手か。心配するな、
すぐに面白くしてやろう。こいつは俺がやる。今度はガジルかよ。調子乗ってんのはおめえだろ。ブレイン2世を名乗る。先に進むのが男。急ぎましょう。てめえ覚えてろよ。おっもっと全力で来いよ。ミシェルの匂いがすんぞ。おお、その匂いをたどればレーシーに行き着くかも。よっしゃ。ナツ、エルフマン、ココア。姉さんは誰にも渡さない。ああ、違うか。エルフマン、ココ本当にあの泣き虫でどうして大食いのミシェルか。あれはギルドに溶け込むためのお芝居。そしてってのはこういうことだ。ないよ。くだらねえってか。じゃあなんでそんな目してんだよ。ね、私に迷いはない。全ては姉さんのため。私の心は揺るがない。ああ、そうか。ガリルの方か。男か。熱さは感じない。行くオーバー。敵をする。それがあなたの任務ですか。任務？ここ。魔法は心。私の思いの力は誰にも負けない。そしてその目で見渡せば感じ方もおのずと変わる。そのあれ、私どこにいるんだ。アイスゲーザー。天使の日差し、まぶしいよ。おのれ。天使にはとっとと天にお帰りいただいたってわけだ。私も天使と共に空へ。天使の後を追わせよ。私を貫け。滅びよ。やべ。愛し合う二人の間に割り込むんじゃねえだせよ。受け止めてみせるぜよ。これはお前の心の叫び。俺たちもみんなそうだ。この世界で力いっぱい笑って怒って泣いてみんなで生きてんだ。俺には天使ごっこしてるだけのガキの寝言にしか聞こえねえな。寝言。ったく、まずいな。バカ野郎が。この天使を見ろ。これがお前の憧れる天使の姿かよ。こんなもんが、こいつは今のお前自身だ。これが今生きてる人間なんだよ。しっかりしやがれ。魔法に負けてんじゃねえ。消えやがれ。これでお前が支払った寿命はチャラになってるはずだ。わからない。ルーシーとずっと一緒にいたいだと。ルーシーの気持ちはどうなるんだ。お前を信じて。ミッシェル、きっと姉さんだって喜んでくれる。だって私たちはいつも一緒だった。お前に会えてどんだけ喜んだと思うんだよ。どうして裏切ったんだ。どうしてそんなひどい嘘ついたんだよ。やれ。ロメオ。ロンボ、面白い見せ物ですな。ギルムナ・イミテイシア、お前は神聖オラシア。ミシェル、もうやめて。んの野郎。さすが。お願い。もう。警告。急速に近づく殺意を感知。僕は競技のために決めたんじゃない。あなたは。カリーの影。なんて
執念、これも思いの力。フォーカー、何どっち、黙れ、口が過ぎたようだな。しぶとい男、でも単なる時間稼ぎね。対局においては影響なんて生かし、その際肉体も心も失うので、完全に時計の部品となって。オケ、姉さん、任せやれ。よく泣いて、よく食べて、ちょっと頼りなくて。いや違う、そうじゃない、私元に戻す。この子は私の大切な妹だった。